水中アスレチック使って気配切り対決。よっしゃー。どうもキョンちゃんです。リカガーク大臣リュータ気配切りキョンクマのチャンネルでよくやってます。目隠しして気配だけでいるかないないかな、音がした、こっちから音がっていう感じで切るっていうゲームです。はい、3回しか振ってはいけません。そして縦振り必ず、横振りなしっていうのが大まかなルールで、はい、今回ですね、あの大きいアスレチック用意してるんです。いいわこれ。はい、これ丸々プールに突っ込みました。レンタル費だけで20万ぐらいかかってます。なので1本だとちょっと悲しいんで勘弁してください、はい、2本かかしてください。ルール、こっちの端とあっちの端から始めて、はい、切り合います。何が面白いのかっていうと、これいろんなところにぶつかるんですよ。だから音が出ちゃう、で落ちちゃう、落ちないように、なおかつ切られないように、気配を出さないようにするっていうニュールールでございます。すごいですね。はい、今回トーナメント戦でございます。おお、そうだ、珍しい。その1対1ずつで戦って、はい、優勝者を決めたいと思います。しゃー、じゃあいきます。やってこい。じゃんけんで勝った方がこっちかこっちか選べます。これね、左の方が後に不利っす。いやいや坂なんで、だからこれ運も関係してきます。うん、頑張ってくださいね。うんうん。第1回戦目ジュニア VS キョン。おお、ジュニキョン。2回戦目田尻 VS ディーパーちゃん。おい、せーの、最初はグッドバッド引きまっちょう。しゃ、おー、ジュニアさん勝ちでした。なるほどね。くそー。いや、そうだよな。はい、負けねえ。負けねえ。まず向こうまで行くのが大変です。頑張って。これ無理じゃない？いや、むずいよね。滑り台みたいになってんだ。滑り台登ってくのやばくない？かなり無理じゃない？キョン VS ジュニジュニ、さあどんな戦いになるのか。マジ怖え。準備は、準備はよろしいでしょうか？いや、これは怖いよ。怖いぞ。準備はよろしいでしょうか？はい。位置について、用意スタート。おぉ、ジュニアさんがまず第一難関、ボールみたいなところ。そしてキョンが、マジかよ、何か。キョンはかなりハードな、これはどうなる。おぉ、すごいぞ。すげえ。イエーイ、イエーイ。きっちり落とされたわ。こんな人、こういう人弱すぎない？大体一番最初に死ぬよ。それでは、はい、どっちがいいかをまずじゃんけんしてください。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、でしょい。うん、どちらですか？そちらです。まず向こうに行くまでが大変人が苦労してますね。だいぶ苦労してますね、向こうに行くまでに。ちょっとまだ始まってないんですけど。それでは、お互い配置につきましたね。お、もう侍化してますね、彼は。ディーパー Z クルーさんは侍化してますね。行っちゃおう。変態 Z クルー。おい、おさあ、準備できますね。それではレディーゴー。さあ、始まりました、二人の戦い。まずはあれを登るところからスタートだが、あー、順調。怖っ。はっ、座っちゃいましたね。彼はまさかの迎え撃つスタイルですね。ジェットクルーアウト。勝者田尻。やった。決勝戦キョン VS 田尻。それではよし、決勝戦。痛い。それでは決勝戦、同級生対決。おい、同級生ですね。サクーン。おーい、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 おーい。じゃんけんで場所選びます。よし、最初グッチョマッチョ、ヒゲマッチョ。こっち向こうで。だよ。あの、俺も気づいたんだけど、登ったらあっちの方が全然強いわ。彼女のどっちが強いのか決着つけようじゃん。あー、やっとつけられる気がしてた。なんかちょっとセリフっぽいです。すげえセリフっぽくない？楽しみでござる。大木さん的にはどっちが勝つと思われますか？
いやー、俺的には俺に勝ったキョンちゃんに勝ってほしいところだけどね。なるほど。僕は今回はタジリが勝つかと。そうだね、タジリはね、役者時代立ちとかやってたからね。準備はよろしいでしょうか。ひわいぎり決勝戦スタート。安定しないな。アップだ、アップだ。気配気になるんですよ。気配丸出しじゃん。いや、これはもう一回でしょ。目隠し思いっきり取れてんだもん。ちょっともう一回行きましょうか。それでは仕切り直して決勝戦スタート。いや、何もしてねえじゃん。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。夏楽しかったね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録。ローティングのマックンジーコ高津ツン。